三原市久井町にある天文台の人気の理由、そして自然薯を使ったアイスとは。これから星が綺麗に見られる季節ということで、天文台がある三原市久井町宇根山へ。こんにちは。あ、おいでなさい。ようこそおいでくださいました。私が案内をいたします。案内してくださるんですか？はい、最後まで丁寧に案内いたしますからご安心ください。ここです。うわ、大きい。ここに設置されている口径60センチの大型反射望遠鏡は県内の公開施設の中で3番目に大きいんです。乙女座のスピカという星を観察しましたが、この時は雲がかかって見えませんでした。ちなみにこれが別の日に捉えたスピカの画像。失礼します。次はプラネタリウムにご案内します。さっき見えなかった乙女座のスピカ、これをドームに移して楽しみましょう。うわー、綺麗。すごい。これが乙女座の絵です。わー、すごい。私実は乙女座なんです。乙女座の手のところにあるのがスピカ。ここはお客さんと会話しながら展開していく超アットホームなプラネタリウムが楽しめるスペシャルスポットなんです。初めてで本当に楽しかった。本当に綺麗だったね。ロマンチックな気分に浸った2人は自然薯を作っているセンちゃんファームへ。ここには三原おやつ散歩で紹介されている自然薯アイスクリームがあるんです。すごいさっぱり、ね、なんかちょっとザラザラしてるからこれが自然薯なのかな。自然薯が皮ごと入ってるって美容にも良さそうよね。今日は綺麗な星も見れたし、美味しいものも食べれたし楽しかったね。また来たいね。